素人の付け焼き場丸出しのお遊戯会、論外ね。なるほどなるほど。挑戦者の諸君、オーディションは以上で終了だ。審査結果は明日、合格者のみに連絡させてもらう。楽しみにしていておくれ。結果は明日か。そわそわしちまうんだぞ。 A メロで思いっきり音程を外してしまった。歌ったり踊ったりって結構体力使うんだな。寮に戻ってなんか食おうぜ。冷やかしに来たジャガイモと、ある程度は心得がある素人が半々ってところね。今年のボーカル&ダンスチャンピオンシップ、絶対に負けられない。まず、審査員の点数が高かった順に相当して。うるわしのビル、少し待っておくれ。すでに研磨が済んでいる宝石は当然美しい。しかし、石ころじみたいびつな原石も、磨けばきらめく宝石に生まれ変わる可能性を秘めている。もしかすると今君が手にしている宝石よりもね。そうね、ルークの言う通りかもしれない。一番の美しさを手に入れるためにはありきたりな考えじゃダメ。大切なのは原石を磨いた時どんな宝石に生まれ変わるのか見抜く力。いびつな原石に秘められたポテンシャル、私は最後に踊った一年生たちに感じたよ。え？よりによってあんなジャガイモたちに？例えるならばビル、君はその輝きで世界中の人々の目を奪う大粒のダイヤだ。大きな宝石がぎっしりとひしめき合うティアラ、それも悪くない。でも大粒のダイヤを囲むように小粒ながら色とりどりの宝石が散りばめられたティアラの方がより美しく魅力的だと私は思うのだけれど、もちろん最終決定権は君にある。たまごとと聞き流してくれても構わないよ。うん、でも一番わかっているのは君自身だろ。あの輝けるネージュ・リュバンシェと戦うには現状のブラッシュアップでは届かない。もっと革新的なマインドが必要だと。そうね、今年のボーカル&ダンスチャンピオンシップの出場メンバーは